はい、どうも皆さんこんにちは、ラテです。ということで今回はバレンタインも近づいてきて皆さんお菓子を作ると思うんで、このドーナツメーカーと豆腐豆乳とかを使って豆腐のドーナツを作っていきたいと思います。普通よりヘルシーにはなるけどさ、美味しいんかな。もし美味しくできたらダイエットとかやってる人にもこのドーナツあげられちゃうんじゃね。ということでやっていきます。じゃあまずは粉類を測っていこう。あ、ちょっとオーバー。よし、はい、ということでこんな感じ。もっちもちしすぎだね。あげます。経過ですけど結構できてます。火が強い。中身もこんな感じで使い切りました。結構粘り気がすごかったのでちょっと中に余っちゃった感あるな。じゃあこんな感じで揚がり終わりました。ちょっとねやっぱ温度が高くなっちゃって最初のところとかもうなんかベーグルかなってぐらい色ついちゃったところもあるんですけど、まあ味にはさして変化はないと思うんで美味しく食べたいと思います。そして前回はここにパウダーシュガーバババーってかけたんですけど、今回は無理せずダイエットをしたいという方も見てくれたらいいなって思ってるので砂糖はかけない。もうこのまんまそのまんまの味をね楽しみたいと思います。とりあえず食べる分だけ取ろう。はい、ということで今日は6個食べちゃいます。いいんです今日は昼ご飯の代わりにこの豆腐ドーナツを作ったんでおやつじゃないんで大丈夫多分。じゃあこれを食べていきます。
はい、ということでこんな感じです。ちょっとこんな感じで高温で少しね色が強くついちゃったやつはさておき、ここら辺とかだったらお友達に渡しても多分いける、喜ばれると思う。まあ、大切なのは温度管理なんで、温度管理さえしっかりしてれば私みたいな失敗は多分しないと思う。早速じゃあこれいただきます。まだ熱々なんだよね。いただきます。うん、前回同じドーナツメーカーで作ったドーナツは、まあ、普通のドーナツを作ったんですけど、それは食べる時にちょっと水分が必要かなって思うぐらい、ほんのちょこっとだけどボソッとしてた、まあ普通のドーナツって感じで、こっちは豆腐使った方はなんかもちっとしてる、強力粉使ってるからとかがあるのかな、ちょっとミスドのポンデリングみたいな食感がある。これヘルシーなドーナツって言われたら信じんぞ誰も。なんかね、甘さはほのかな柔らかい甘さって感じで素朴めっちゃ美味しいこれは。うーん、ちゃんとヘルシーなやつでも美味しくなるんだという、まあこんな感じでめちゃくちゃ美味しかったです。ヘルシーなドーナツなんで罪悪感も少ないかも。皆さんもこれバレンタインにあげてみてはいかがでしょうか。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。